それではね、やってみたいと思います、このアイリス・オーヤマ。次の音声行きましょう。ですね、これやっぱ小麦のあれが必要でもね、ほとんどこういうのは、どうですか、まずここまではまでは落ちるなという、まあ、綺麗、ある程度の綺麗さ綺麗さはありますね、うん、全然素晴らしいというか素晴らしい感じにはなってるかなという部分はありますね、うん、でもちょっとこの油汚れはうまくできなかったという噂はあるんですけど、これまだなんていうか水とかそういうのを使ってないんですよ、あっち側に。だから汚れを浮き出させるという活動をちょっとやってみましょうか。ちょっと一回ね、ではこれですよ。これねネット調べたんですよ。お洗濯の前にナノックスシミ食べこぼし、これね、なんかランキング1位だったんですよ。これをちょっとここにこうやってみましょうか。こうやってみて、ちょっとね、この謎のちょっと知り合いからもらったね、謎のこれ電解水ではないと思うんですけど、シュッシュッシュッとシュッシュッシュッと吹きかけてみて、もうちょっとやってみましょう。なんか水をかけてる限りではですね、だいぶもう汚れわかんない感じで、シュッ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 みたいな感じで、ちょっとね、ちょっとゴシゴシもしていいのかなというあれなんですけど、本当はなんか叩いた方がいいという噂が出てはいるんですよね、うん、これをこれのね説明書を見てみたいと思うんですよ。応急処置、あ、違う。使用上注意。使用方法。シミ汚れ十分に染み込む程度塗り、放置せずに洗濯、あ、放置するのか。じゃあちょっとやってみます。ちょっとやってみましょう。いきますよ。よし。あれ？あれ？おっ！だいぶ分かるわこれ。まだ多少まあ分かる人は分かるけど、あれ、え、すごくねこれ。え、これだいぶすごくないですか。だいぶすごいですよねこれ。え、まあ、多少あそこかなっていう感じはするけど、
多少あそこかなという感じはするけども、ちょっと肉眼ではね、ほぼわからないぐらい消えましたよ、これ。やべえな、これ。ちょっともう一回。ほぼなくなりましたよね。これは、多少あそこかなっていう気もしないでもないですけど、ほぼ消えないですか、これ。もう一回だけやってみます、シミックスみたいな。でも、どこがシミックスなのかもう分かんないですよ。ここだっけ？もはや分かんないんで、ちょっと広めにね。謎のシュッシュッシュみたいなね。多めに、って感じで。これは、ちょっとやばいっすね、これ。輪作品な。こんなになっちゃいます？奇跡の。これはやばいっすね。これね、そんなに強そうで、それほど強くないので、クッフクたちのお掃除もこれいけんじゃないほぼないですよね、これ。すごくね、これ。やば。これですよ、皆さん。このリンサークリーナの威力。半端ねえな、これ。これは買ってよかったな、これ。相当、クフフたちも、綺麗になるんじゃないかという期待を込めれますね。これはすごい。しかもあんま濡れてない。やべえ。油染みがほぼ元に戻りましたよね、チミたちみたいな感じになってますね、これ。これはすごい。ちょっとね、下側のカーペットもやらかしてるんで、ちょっとそっち頑張ってみたいと思います。